一方ね、自民党はね、創価学会と、まあ、創価学会か、公明党と組んだことによってね、ずいぶん信用を失ってしまったし、で、まあ、創価学会員みたいな自民党の代議士も増えてきてるやろ。まあ、明らかに創価学会員って言われてる自民党の大物もおるし、だから、そんな名簿はね、提出し合わないもんやから、わからんけどね、外部にはね。それが怪しい。ってわかるやろ、そういうやり方、そういう生き方。怪しいってわかるやろ、創価は。な。で、そういう暴力団体である創価、暴力装置である創価と組んだことによって自民党はえらい信用を失ったし、創価類型の代議士にまで侵入されてしまった自民党というのが、今後創価と組んだらもう負けるだろう。なぜなら創価のせいで自民党が信用を失っているからである。じゃあ創価と別れなければいけない。連立与党は解消する。そのために一番簡単な方法は戦争することどんな形であれ第三次世界大戦に巻き込まれたら創価学会は沈黙するからね。機能停止する。崩壊する。戦争に進まざるを得ない時、日本の代議士が、日本の政党が何言うても、他の国の方が日本の与党より強いからな。始まる。野党が大好きな中華人民共和国が戦争を始めてみんな。日本は戦争に巻き込まれる。その時に、どうぞ占領にいらっしゃいって言ったら、それは、売国行為であり、国賊であり。で、まあ、テロ等準備罪で逮捕されるわな。まあ、内通の罪は重いからな。侵略の罪も重いけどな。侵略してなんかのさばって、なんか天皇でござい、皇族でございって言うやつら、非常に頭おかしいやつらやけどな。この後処刑されるかもしれんな、連中はな。ただ、処刑されなければならないと考える人たちが宮内庁におるから。だから、天皇家皇族に露出させるわけだ。あれをすることによって、日本は国際的信用を失うわけだから。国賊である天皇家。天皇家は延々売国行為をするわけだ。だって中国人やもん、あいつら。内通者やねん。天皇家って中国に対する。何千年も前からやね。何千年か、2700年前から。天皇家っていうのはずっと中国に内通しとって、延々。こういう犯罪一家を野放しにして、私たち日本人は不幸になってるし、非常に貧しくなってきている。その一方で天皇家や天皇家の属する大和民族はその影響を受けてない。別の理由で貧しくなったらアホはあるやろうけどね。故に大和民族をたくさん含む創価学会っていうのを解体する必要があるけど、女性のオバハンが気の毒やろ。オバハンの洗脳を抜かなあかんからね、コツコツな。だから、プレアです。で、預かる言うたわけな。うち以外でプレアです名乗ってるって偽物やからな。うちの子ってからな。うちの体のことプレアです言うからな。なんか遊び産業でプレアです結構名乗ってるやろうけど、うち遊び産業関係ないからな。連中関係ないから、何回も言ってるな、これ。なんか勝手なやつら名乗ってるだけ。ただ、アモラ・カウインとあとバーバラ、なんだろうな、まあ2人の2個1ミリのおばちゃんが、おばあちゃんをね、マジのな、アメリカの。その2人と会うてるからな、CSV でな、ちっちゃい時のうちが。で、その2人はプレジアンって名乗るってやって。プレアです、うちのうちのことやから、うちを守るためにはプレジアンって名乗らないと守れないし、魔女は。またプレアデスにおける権威っていうか、まあ、魔女による権威、まあ、政治的なものを含めてね、霊界に対する、あるいは現実界に対してはどうか知らんけどな、まあ、霊界に対する政治的権威を魔女が行使するためにもプレアデスって名乗ってても無理やね。精霊に見透かされる。精霊は知ってるから、そういうことな。プレジアンって名乗ったら、あ、
アマを守ってるのね、中天帝下に対する政治的な権威を魔女は有することができるから、だからプレデス学科の代表的な2人の魔女バーバラとアモラ会員はブレジアンって名乗ったね、肩書きをね。まあそういうわけやけど、まあ洗脳ね、今のも洗脳解除したわけやろ、わかるかな、きっちり仕分けしてるやろ、脳みそ、君らの近藤ハートって言うべきかな、まあ、でも近藤ムーになるやろ、しかも近藤ムー向けるやろ、でさまた細分化の近藤ムーいたと細分化できるやろ、